原隆氏は、日本の外交官、政治家。異界君等は、正治くらい大君医。幼名は、健次郎。郷は、一山、い山。原慶と、音読みが用いられるケースもある。外務次官、大阪毎日新聞社社長、立憲政友会幹事長、定身大臣、衆議院議員、内務大臣、立憲政友会総裁、内閣総理大臣。 司法大臣などを歴任した。郵便放置新聞記者を経て、外務省に入省。後に、農省務省に移って、むつむねや井上薫からの信頼を得た。道の区外務大臣時代には、外務官僚として徴用されたが、道の区の死後退官。その後、発足時から、声優クラブに参加して政界に進出。大正7年に総理大臣に就任。 戦前期日本の貴族制度であった家族の爵位の排除を固辞し続けたため、平民最小とあだ名された。大正十年十一月四日、東京駅丸の内南口コンコースにて、大塚駅の駅員であった青年、中岡昆一に襲撃され、殺害された。満六十五歳遺没。墓所は、岩手県森岡市の大事寺小賀工業の副社長にもついていた。 明治3年1月、森岡藩の藩校、作人館に入った。翌年12月には上京し、藩の青年のために設立された、学校、教官義塾に入学した。しかし、森岡の家が、盗難に遭い、学費に困った原は、明治5年4月、無料のカトリック神学校に移った。明治6年4月には洗礼を受け、ダビデの洗礼名を受けた。 翌年から、不協活動に加わり、1年間新潟に滞在した。新潟から戻った原は、明治8年6月分家して、古史となり、平民席に編入された。分家の理由は、はっきりしないが、古史となれば、兵役義務から免除されることと関連があるのではないかと、前田蓮さんは指摘している。成果も、すでに士族ではなかった。 原高志記念館館長の説明によると、母親戦争で新政府軍に敵対した森岡藩は、賠償金を支払うことになり、原家も土地、屋敷や家財を売却し、合子商売などで生計を立てることになった。原の状況費用もこうして捻出したという。分析した、際の古籍等本が記念館に保存されており、そこには、死の交渉の 賞と記載されている。こうした変遷を経たものの、原は家柄についての誇りが強く、いつの場合も自らを癒しくするような言動を取ったことがなかったとされる。明治9年、司法商法学校を受験し、受験者中2番の成績で合格した。在学中も101名中10位と成績は良かったが、明治12年2月に対抗処分にあっている。 寄宿者の待遇改善を求めた行動に対する処分に抗議したことが理由とされている。対抗後の明治12年、郵便放置新聞社に入社した。入社当初は翻訳を担当していたが、明治14年5月には渡辺孝喜と共に仕事で、全国周遊旅行に出た。しかし、明治14年の政変をきっかけに、大熊重信派が同社を買収。 矢野文雄を社長に据え、犬飼い武士、尾崎幸夫らが社に乗り込んできた。原はこれに反発し、明治15年1月末に退社した。郵便放置新聞社を退社後は、関西で立憲帝政党の機関士の役割を担っていた、大東日報で主筆を務めた。この際、井上香織にも接近したが、8ヶ月で大東日報を離れることになった。また、 明治年3月に山梨県甲府市で創刊された海中新報へも修山昌夫の筆明で寄稿している。パリ時代の原また、借位授与に関しても実はこの時期に何度か働きかけを行っていた事実も明らかになっている。明治34年6月、桂太郎が政権を握って祖格し、原は閣外へ去るが同月に、星通が暗殺され、その後は、 第一次、桂内閣に対する方針をめぐる、党内分裂の危機を防ぎ、松田正久と共に、政友会の党務を担った。また、地方政策では、星の積極主義を引き継ぎ、政友会の統制を拡大した。党内を掌握した原は、伊藤や西園寺の時には嫉妬しながら、融和と対決を使い分ける路線をとって、党分裂を過労じて防いだ。しかし、 原の積極主義は、ガデニ引き金と呼ばれる利益誘導型政治を生み出し、現代につながる日本の政党政治と利益誘導の構造を作り上げることとなった。明治末期には、原のこうした手法を嫌う西恩寺との間で確執が生じている。明治四十四年八月から鉄道院総裁、内務大臣時代、反発によって任命された当時の都道府県知事を集めて、 テストを実施し、東京帝国大学卒の学歴を持つエリートに変えていった。大正3年6月18日には、大正政変の道義的責任を取るとして辞任した、西恩寺の公認として、第3代立憲政友会総裁に就任した。内閣総理大臣在任時1920年事件直後の、幻想難現場また、 加藤智三郎海軍大臣が1921年からワシントン海軍軍縮会議出席のために外遊するにあたって原は内閣官制第2条内閣総理大臣派閣大臣の主犯として金尾総選の規定から内閣総理大臣は軍部大臣を含めたどの大臣の役目も代行できるという解釈から内閣総理大臣が 海軍大臣を代行することを提案した。陸軍は反対するも、原は陸軍大臣代行はしないという約束を陸軍と交わした上で内閣総理大臣による海軍大臣の代行が可能となった。また、植民地長官部官制を改定し、文官でも植民地長官に就任できる道を開いた。また、教育政策では、 高等教育の拡張に力を入れた。大正7年、現内閣の下で、高等諸学校創設及び拡張計画が、4450万円の莫大な追加予算を伴って、帝国議会に提出され可決された。その計画では、官立旧制高等学校10校、官立高等工業学校6校、官立高等農業学校4校、 管理高等商業学校7校、外国語学校1校、薬学専門学校1校の新設、帝国大学4学部の設置、以下大学5校の昇格、昇華大学1校の昇格であり、その後この計画はほぼ実現された。これらの管理高等教育機関の大半は、地方都市に分散設置された。また、私立大学では、対象9年に、 大学令の厳格な要件にもかかわらず、慶応義塾大学、早稲田大学、明治大学、法政大学、中央大学、日本大学、国学院大学、同志社大学の旧制大学への昇格が認可され、その後も多くの私立大学が昇格した。この高等教育拡張政策は、第一次世界大戦の後継期を背景とした高等教育への求人授要。 志願需要の激増に応えたものである。そして、高等教育拡散は、高等ユ民の増加を招き、皇室への危険思想につながるとして、これに反対した山形有友を説得したものであった。さらに、軍事費にも、多額の予算を配分し、対象9年予算は、同6年予算の2倍を超える15億8000万円にまで、膨れ上がった。 多額の交際発行を前提とする予算案には野党県政会、貴族院から多数の反対意見が上がった。首相就任前の民衆の払えの期待は大きいものだったが、就任後の積極政策とされるもののうち、ほとんどが、政省、財閥向けのものであった。また、度重なる、義国事件の発生や、民衆の待望である普通選挙法の施行に、 否定的であったことなど、就任前後の評価は少なからず差がある。結果的に、満25歳以上の青年男子全員に選挙権を与える普通選挙法の施行は、県政会を率いた加藤公明内閣を待つこととなる。帝国議会の施政方針演説などにおける首相の一人称として、それまでの本官や本大臣に代わり、 私を使用したのは原が最初である。それ以後、現在の国会に至るまで、途絶えることなく、引き継がれている。大正デモクラシーの最中で、平民最小は、流行語となり、原の肖像と、平民最小、原高先生という文言が描かれた置き薬の箱が配られたり、平民食堂、平民酒場が開かれたりした。大正十年十一月四日、 関西での声優会大会に出席するため側近の日田たくじらと東京駅に到着直後、大塚駅転鉄手であった中岡昆一に心臓を刺され、ほぼ即死。去年66。開名は大時事寺童の伊山人隆大古児。病床にあった山形も嘆きが大きく、翌年2月に病没した。 原高前全刊公開原書坊1918年12月17日、妻の原朝、養子の原三次と原高日記は、明治、大正期の政治動向に関する重要な資料である。原高日記は、一般には、明治8年に帰省した、際の日記から暗殺直前の大正10年10月25日までに、書かれた日記の総称であるが、 原が暗殺を予期し、認めた遺書の中で、当分世間に出すべからずと言命した。実際に、書簡は、没後30年近くを経た1950年から51年に、権限者。近年は原が、大正天皇と近かったことから、大正天皇と原高日記の関係についても研究されている。三田村平米生清、平米もやい、十三正直。 茂兵衛正吉、平兵衛正義、直吉をしただ、平兵衛をしたけ、直吉をしたか実家知性中高氏三月盛岡氏には実家が保存されており、隣には原高氏記念館が開設されている。高氏は母親のために盛岡市外に別邸を建て、支援者を招いての演遊会の場としても使った。岩手県の名物ワンコソバは原邸で振る舞われた小分けされたそばが。 元となったという説もある。岩手県庁が地元出身の偉人を登場させて岩手県を宣伝する動画にも登場している。ありがとうございます。